国鉄タム7900経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、メジルメタアクリレート専用の15トン積二軸貨車である。1961年11月13日に一両のみが日本車両製造で製作された。走り装置は、 当初から二段リンク式で最高速度は時速 75km である。台枠は長さ 7500mm の平台枠である。1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。1987年4月の国鉄分割民営化時には JR 貨物に継承されたが、 2000年2月に廃車となり、形式消滅した。落成時の所有者は、日本ガス化学工業であったが1971年12月17日に、三菱江戸川化学との合併により、三菱ガス化学へ名義変更された。タンク体は、積み荷の純度保持のためステンレス構成、ドーム付きの規制あり、自家道タイプで、 保冷のため厚さ1 5 0ト、mm、ルのグラスウール断熱材と軽量化のため、アルミニウム薄い多製のキセが設置されている。タンク帯の長さは6 7 0 0、mm、トル、内径は1 9 0 0ト、mm、ルである。図書は製造時は保冷性能を向上するため、キセのアルミニウム地肌を生かした銀色であったが、後年黒に塗られた。二役方式はマンホールからの上入れ、 と質感を用いた下出し方式である。全長は 8500mm、全幅は 2550mm、全高は 3820mm、軸距は 4550mm、地長は11.3トン、換算量数は、赤車2.2、空車1.2、車軸は12トン長軸であった。ありがとうございます。